宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目11-6、ボロクソ負け。先発がまともなら勝てた試合やろ。朗報、うちにも敗戦ロングいた。健常者系統やったな。先発が大炎上したなりにはまともな展開やろ。敗戦処理が敗戦処理してくれるだけでこんなにも心穏やかでいられるんやね。健常系統でよかったけど石橋はさすがにもうええかなって。石橋もひどすぎるな。投げっぷり的にはいいバッピになれそうだな。とりあえずフランコ5番でいいかな。顔が怖いから浅村と勝負してくれるだろう。とんでもない打たれ方したな。田中の2試合2つ普通なら勝ってるわ。もうダメみたいだね。田中のギアは消失した。まあがもうダメなのは悲しいけど受け入れるわ。でも打線はイライラする打線に元通りや。まさかに100勝達成できないとはな。得点圏でヒット出てる時点でまだマシやろう。得点圏0割の頃は本気で点参る気しなかったぞ。また負け越し連発しそうやな。ジェフ長のハム打線に打たれるのなら田中の使い道ないやん。もうローテから外してくれ。マーが通用しなくなってるの見てると悲しくなってくる。ちゃんとした敗戦ロングを見るの今季初じゃね。マー3先発月に2回くらいでええやろ。もう石橋は限界だな。どうせ現役ドラフトの片方だっただろうし。お疲れした。もうソフトバンクにぶつけるしかねえな。マイはマーを責めないよ。お疲れ様の気持ちの方が強いわ。ここから大型連敗するのがいつもの楽天イーグルス。まずは平井舞の壁か。ご視聴ありがとうございました。